助けてくれ。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う、それがアバランチ。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコーロの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武、甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないわね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。てめえ！バレット！あっ。
ぞ。あれが全ての始まり。出番だ。
Thank you.
救出へ向かう。 ありがとう。
うん。で、やつは逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。残念だ。危ない。ちょっと死んだ。プレジデントの息子だ。ああ引くぞ。ああ、バーガーいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれ、バレット。頼む。ちっ、分かったよ。お前もすぐに来い。お前はソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせた。釣れない。今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやろう。ようやく本気か。光栄に思うんだな。まだやれる。ここからだ。やっ、おっ、しまった。どうぞ。甘い。耐えるぞ。しまった。
潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。
あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。クラウド、そう、おい、助けに行かねえと。おい、なんだ。伏せろ。あとはあいつらと合流して。まだ。完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。まあいい、どうせ袋のネズミだ。
古代史の女は捕らえる。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。行くぞ。持ってくよ、船。